稲毛神社は神奈川県川崎市川崎区にある神社である。旧社格は豪社で、現在は神社本庁の別表神社。旧称は三皇権現、武見和神社で、現在も三皇様の通称で呼ばれる。現在は武見和知神を主催神とし、共通主神、くくり姫神、いざなぎの神、いざなみの神を廃止するとしている。江戸時代までは、 三郎権限を祀るとされていた。創建の年代は不詳であるが、社殿によれば、竹見和知人を祀って、天皇の軍の戦勝を祈ったのに始まると伝えられる。慶光天皇が東国巡行の際に、当社で俗難を避けたという。金明天皇が統政の時、新たに廃止神詩人を祀り、以降長らく直願書とされたと伝えられる。当初は、祭神の名前から、 武見一ずと称していた。平安時代末期、この地を領有した川崎元家が三能権限を誕生して、以降、川崎三能社、堀之内三能権限などと呼ばれるようになった。明治元年、関東へ加工する有栖川の宮たる人新能が当社で休憩し、その際、神仏集合に基づいた、 三王の社名は新政府の神仏分離の方針にふさわしくないと言ったことから、社名を旧地名の武蔵国稲毛省にちなんで、川崎大臣に稲毛神社とし、明治中頃に稲毛神社の名が定着した。明治6年、豪社に列格した。昭和41年、神社本庁の別表神社に加列された。 田中休具の一族らが奉納した手洗い石は川崎市重要歴史記念物に指定されている。8月2日の霊祭は川崎産のお祭りと呼ばれる。2日の午後、御子に身体を収める古式宮座式が行われ、3日早朝から宇治湖による御子巡行が行われる。ありがとうございます。